だけの声援の中やっぱたとえ負けていてもね、そういう雰囲気になりませんからね。むしろそのリードしてるんじゃないかという錯覚に陥りますから、そういう意味では本当に、ね、この素晴らしい応援だったと思いますね。そして今年はこれまでと違って結構投手に頼らずに、まあ、投手ももちろん頑張ったんですが、打つ方でねかなり話題をさらいました。やっぱりねこれだけつなぐっていうものはね、その各選手意識がしっかりしてますよね。本当に相手の投手が嫌がるそういう風な打席一人一人、そういうね今日であってもファールで粘るだとかね、もうそういうものが徹底されてますよね。まあ、その中でどん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 その相手投手にプレッシャーをかけていく、そういうものがよくこの年のゲームは特に感じましたね。そしてライトの楽天ファンの前に楽天の選手野村監督をはじめ選手が整列して挨拶です。背番号19番野村監督、そして日本ハムの選手も拍手で称えています。吉井コーチですけどもね、那須田監督です。野村監督の胴上げ始まるんじゃないですかね。始まるかもしれませんね、はい。まあ、みんなスポーツマンですからね。4万を超える大歓声。稲葉選手が中心になって胴上げです。野村監督の胴上げ、最後の最後まで死闘を繰り広げてくれました。野村監督率いるゴールデンイーグルスナインもどうぞ大きな拍手を受けてください。いい光景ですよね、はい。そしてお互いに両軍の選手が称え合っています。岩隈を称える那須田監督、ダルビッシュのユニフォームを着て参加。両軍選手によって胴上げをされた野村監督です。野村コールが沸き起こっています。